弾がない、弾がないぞ、ショットガンの弾がない、まずい、逃げろ、撤退し、あーいや、ピアー、死んだ、何もかも終わった。Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。バイオハザード RE2 のね、実況を続けていきたいと思います。第1回目はね、ライブ配信でやった通りなんですけれども、私よくわからないでハードコアを選んでしまったということなんですけれどもね、まあ、ハードコアでね、どこまでいけるか一緒に皆さんとね、やってみたいなと思います。まあ、ほぼ初見に近いんでね、本当に、うん、でまず作戦なんですけれども、あれからね、この右側のクランクみたいなね、あのバルブみたいのを取りに行くことによって道が開けそうなんだけれども、その前に武器カードを手に入れたんで、この武器ロッカーでね、新しい武器を手に入れ、多分ショットガンなんですけれども、ショットガンをね、手に入れたいなと思うんだけど、まずこの部屋を抜けていくしかないんだよね。わー、暗くなった、ゾンビがいる。はい、こっから狙っていく。はい、一発ポン、4発ぐらいでね、うまくいくときは倒せるんですけれども、よし、倒した、いい感じ。ああ、こっちから見てる。こっち来ないで。おーし、決まった。やばいやばいやばい、近づかないで、近づいちゃダメだ、だだごめんごめんなさい、はい、あいでででで、来ないで、あおる、こっち来んじゃねえよ、まだいる。何体いるのここ、ちょっと、あっと、それこの野郎、あった、今決まった決まった、はい、あーダメ、撤退撤退撤退。もうね、グリーンハーブもないんだよ、もうやばいよ、回復アイテムもないし、何にもないね。何にもないんだよ、弾もないしね、やばいんですよね。おお、どっから来た、お前なんかワープしなかった今。ここやばいな、ちょっと入れないな、どうしよう、これ消えた、消えた感じ、 こっちから回り込もうか、案外こっちの方がさ、あれなんじゃない、空いてんじゃない、もうこっから入れさせてもらう、撃てばいいのよこっから。まあいろいろね、このゲームね、あ、ここでこうすりゃいいじゃんっていうことができないからね、この辺はね、古き良き時代のゲームをちゃんとね、徴収してるよねって思うけど、これか、開いてる、あそこ閉めないといけないのかな、あの木で、あそこ木で閉めとくべきだったね。こっちはいる、あー、やめてー、うしゃめちゃん、ちょっと行こう、死んだ、か、なんとかやってきたぞ。これでショットガンを手に入れれば、こちらの勝利は確実だ。2の方がいいよね、多分。3、1個ぐらいしかなかったよね、1個か。103みたいな感じ。これで102開けて、フィルム？何これ？缶ジュース？もう蓋開いてるっぽいよ。缶詰？食料かな？食料は食べと、取っといた方がいいんじゃないのか？ガンパウダーか。ガンパウダー、蓋開いちゃってんじゃねえか。あのゾンビはね、倒したんですよ。ずっと前に、ここ入った時にね。うん。まあ、軽くね、倒しといたから、あれは。よし！早速、このショットガンをいただいていこう。ほら、来たー、ショットガン。いいねー。じゃじゃん。これ、ショットガンで、これでもういけるでしょう。あ、もう来てる。あいつね、なんかね、もう一体いるんだよね。こいつはでも無視できるからいいかな。4発しか撃てないんだね、このショットガン。よし、急いで戻ろう。うっそ。待ってこ、ちょっとやめて、死んだ、マジか。うっそやん。わかりました。わかりました。服装が悪かったね。うん、服装が悪かった。この服装に、ウェスタンのね、あの、リックのポリスメンのね、格好にして、あのこの部屋ね、まずあのオフィス殲滅したから。そしたらうまく殲滅できたから、ノーダメージで、これでね、これでショットガンゲットすれば、うん、ノーダメージですから。つかね、もう回復ないから、本当にノーダメージで全部いかないと。やばいんですよね、こっから先。いや、これね、すごい面白いゲームだね、うん、こんな難易度高いゲームね、久しぶりにやった。
つうかさ、まだ最初の最初だよねこれ。もうインクリボンもないし、弾もないし、もう何もかもないんだけど、やばい。回復もないし、どうするんこれ私。でもね、でも面白い。うん、こんぐらいの方がね、面白いね。なんかファイトが湧いてくる。うん。やばいだろう。これで、じゃあ、一回、マービン警部のとこに戻って、で、あっちのね、バルブ回すやつ、取り行きたいね。これ、ショットガン手入れたから、だいぶ違うと思うんだね。ヒューズボックス、ヒューズ開けらんないよな。このオフィスはね、殲滅したんですよ。うん、うまくやった。3回ぐらいゲームオーバーになったかな。ゲームオーバーじゃない。1回ダメージ食らっちゃっても やばいから。ね、1回食らったらやり直してを繰り返して、3回目ぐらいにね、なんとか殲滅に成功しましたね。ノーダメージで。うん。おっと、こいつ動かないよね。よし。いるやんけ。なんだよ、もう。あいつ。そら。ほら、ほら。で、あのオフィスを殲滅してる時に分かったんだけど、足とかを意外と狙うといいのかなって。おい、ちょっとちゃんとはっきり股間ショット入ったろ今。頭よりね、足とかを打つっていうのもね、結構よろけるんで。お、やばいやばい、外しまくってる。よし、あれ死んでない。ヘッドショットも足も関係ないの君たち、どういうこと。わけわからん、わけわからんですけど、まあいいや。とにかく、このジリリリンね、カプコンヘリのところ行って、こっち、消火、これ止めらんないの？なんかうるさいんだけど。これ、もしかしたら消火剤出ないの？シャーって。何もないか。火事広がっちゃうと嫌なんだけどな。雨降ってるから大丈夫か。よし、行こう。ここでクレアと会ったんだよね。ナンバーワンのね、パートワンのライブ配信の時にね、ここまでちゃんとやってるんで、もし興味がある方がいたらね、ひどいんで。でもね、そんなに死ななかったんですよね。ハードコアって割には。うん。まあね、回復とかアイテムとかね、遠慮なく使いまくってたから、今苦労してますね。さあ、この部屋にあるんだけど、この部屋も殲滅しなきゃいけない感じかな。でも私には、この殿下の宝刀ショットガンがあるんだ。うわー、やだ。来ないで。お、ガタンガタン言ってる。このドアのところでガタンガタン、あっちから回り込めない。お、出てきた。あ、出てくることあるんだ。おりゃー、ファイヤー、決まった。やった、2体同時に倒せたよ。いいね、いいね。弾の節約になるぞ。まだもう1体ぐらいいるんじゃないのかな。あ、いる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 ね。ドアのところに向かって出てくるかな。さあ、出てこい。このドアはなぜかゾンビ開けて出てこれるらしいから。あれ、どこ行った。ん、あれ、どこんとも行ってないよ。なんで隠れていたよね。でもいたと思うんだ。ごめんください。これすごいいやらしいよね。ドアと出して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 、危ない。このドアは越えてこれない。ほんとドアの角待ちゾンビが、うん、ひどいアルゴリズム。これね、あれだね、ちょっとなんかやりすぎ。あれ、なんか戻ってる。ショットガンもったいないからこっちにしようじゃん。ほいやー、なんかお前よくいるな、ゾンビ、ザコゾンビ。おらー、もう一発。あれあれ、ちょっと待ってちょっと待って。おお、お前角度わかんのか、銃の。俺また開けた瞬間すぐブワーってくんじゃないの。どうすんだこれ。ショットガンで取り押しするか。ちらちら、あ、いるいるいる。なんか戻ってないあいつ。一回部屋から出るかエリアから出ると枠位置が戻るのかな。話にならなかったな。このドアはめるのにいいかもね。うっそ。なんで生きてんのお前、おかしいだろ。なんで生きてんの。あと一発ぐらいで死ぬ。復活するんかい。ファイヤー、おりゃー、
ショットガン2発あの距離で。ヘッドショット、ここ閉めといた方がいいな。あの木の板持ってこれなかった。くそ、これで探索しやすくなった。ここにあるフラッシュグレネード、先行手榴弾。ああ、溜まった。ありがたい。あとは、あっちに、電子部品と、弾かな。あれなんだろう。リロード。OK。さあ、かかってこい。どうってことはないぞ。一体ぐらいならね、こう、ぐるぐる回ればね、倒さなくてもいいから。ここほぼ無限脇に近いからね。これなんだろう。ああ、ガンパウダー。いいね、いいね。ガンパウダーももらっておく。これだよね、電子部品。あ、ヒューズだ。ヒューズじゃん、これ。これであそこ開けられんだね、きっと。はい、で、これ。これが、ね、バルブ、ハンドル。よし。これで、上の、プシューって出てるやつのとこね、いけるから、OK だね。これやばいんじゃないか。後ろ早く開けないと。開いた。よし。やばいやばい、来てる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 。しゃがんでしゃがんでしゃがんでレオン、これドア閉めないとやばいよね。これなんで閉まんないのこれ。どうやって閉めんの。ちょっと、これ開けっぱなしでいいの。閉めようよ。この辺のコンピューターで閉めんの。マービン警部補に頼めばいいのかな。よーし、じゃあこのバルブ持っていくから。おお、飛び降り、自殺してたよ今。大丈夫なのあの人。まあゾンビになったから大丈夫なのかな、ああいうのは。オッケーだね。これだね。あーし、よしよしよし、順調順調。ノーダメージですから、ここまで。ノーダメージがありえないから、もうこっから先。うっそなんか来た。なんだよ。死ねえお前。死ねえお前、ほんとに。ゾンビ。このゾンビ。ああ、びっくりした。なんなんこの人。なんであそこ入ってたの。もう明らかにびっくりさせようとして、そのままゾンビアポカリプスを迎えた的な感じだったよね。バーって出ようとしたんだけど、そのまま実は死んじゃったみたいなね。なんな何がどう転ぶとあそこに入るの。わけわからん。あの人生きてんの。どうしたの。わー、なんかある。何かあるぞこいつ。撃っとくもったいないからな。でも弾本当にないから走り抜けよう。さっ、うわ、来た。うっ、はい。あれ、これも倒れただけのパターン。何これ、びっくりさせる要因これ。何このあの二人、びっくりさせる要因か。まあいいや、じゃあ行こう。おお、ここにもなんかいっぱいびっくりさせる要因がいるぞ。どうなってんだ。おお、この人なんかすごいロマンティックな死に方してるぞ。痛そうだな。なんだ、どうなってんだ。これゾンビにやられた感じじゃないよ。つかゾンビじゃないのか。何なんだ。なんかいるぞこれ。タイラント、いよいよタイラント、タイランボス戦。これもう勝てる気しねえ。ショットガン、確かに弾がいっぱい手に入ってはいるから、ボス戦来るのかな。何？首が伸びたよ。66クービー？首がビヨーンって伸びたよ、なんか今。何今の？見なかったことにしよう。大丈夫だ。問題ない。ちょっと首が伸びた感じだよね。キシャーって言って。まあ、新しいね、リマスター版発売になったから、みんなね、はしゃいでんだよね。USB ポートにドングルキーを入れてください。これ？ああ、USB で解除する感じ？そんなんないな。でもここ武器庫何あんの？マグナム？デザートイーグル？なんか欲しいな。レオン編はグレネードじゃなくないよね。なんだっけ？マグナムが最強だっけ？あ、また先行手榴弾。あ、これをさっきのやつに使うのかな？ここに、これ救急バッグ。あ、メディ、救急スプレー、あったー、モテねー。マジかよ、これどうすんだ、おい。どうしよう、どうしよう。あ、まあ、取っとけばいいか。これは？あ、強化火薬。あ、これ、
これ組み合わせちゃえばいいんじゃない、これね。そしたら、ああそしたらショットガンの弾を組み合わせれば1個開くから救急スプレーが持てる。きたこれ、きたこれ、さすがいい感じだ。ここでさ、無線かけるんじゃなかったっけ、ヘリ来てくれとかなんとか、あの2の時ね。えそれなくなったんだ。さてこの部屋一応見とこう。電池、電池がある。何、電池だ、持てないこれは金庫を移しました。西側オフィスへ移動。ああ、の金庫か。左9、右15、左7。あ、これであの金庫開けられんじゃない。じゃあいっか、いよいよ。さあどこにいる。おー、いる、あ、いる、いる。何この人。うわ、いたやばい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 。あ、こいつか、リッカーってやつだね。あの下ペロンって出す。やばいぞやばい、どういった、どこいった、やばい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 。ショットガンのこの反撃、うっそー超強え、なんだこいつ、死んじゃったやろう。今度こそショットガンで6発ぐらい当てりゃ死ぬだろ、いくらなんでも。あー、やばい、外した、やばいやばいやばい、一回逃げろ。うわー、火花散ってるよ、お前どういう詰めしてんだこの野郎。危ねっ、ほらひっくり返った。聞いてる聞いてる、ははどうだ。うわ、早い早い早い、おりゃそりゃ、上上だ、うわってぷくくか、やばい、くそ、弾がない、弾がないぞ、ショットガンの弾がない、まずい、逃げろ、撤退、ああヒギャピア、死んだ、何もかも終わった。あいつは無理だ、撤退するあいつは倒せない、今の私では。とてもじゃないが、ノーダメージで倒すのは相当難しいぞ、あれ。というわけでね、あのこっちに戻ることにしました戻るので正解な気がするけど、なんか書いてあったメモだと、静かに通り抜ければ大丈夫みたいなことが書いた。あ、やっぱりさっき身投げした人のゾンビがだから身投げなんかしなきゃいいって言ったんだよ。あいつどうすんだこれ。あ、でも登ってくるところ狙いやすいか。おい、階段はしっかり登れるんですね、ゾンビさん。あの全然引っかかってないよ、階段に。はい、あ、決まった、はい、あ、決まった、決まった。最後のはクリティカルだったのかな。警官ゾンビの方が若干やっぱ生命力高そうだね。そんな関係あるのか知らないけどさ。いやー、この制圧したオフィスがね、唯一の救いだね。この金庫開けられるんだよね、確か。ここ開けようよ。何番だっけ。もうこれもね、取り行くのね大変何回も取り行かされてるよ、本当に。メモんないとダメだね、うん、いつ死ぬか分かんないから本当に左9、あれ、左に9、右に15、左に7、これで押せばいいの。あ、開いた、やった。何これ、ポシェット、サイドバッグ2つ増えた。4つぐらい増えろよなんだよ2つなんだよ、もっと増えてよ。まあいいか、とりあえず助かるわ。これでマービン警部なんとか確保してまいりました。やっぱこのリックスタイルいいね、リックスタイルリックスタイルがね、私には合ってるね。じゃあね、いよいよ最後のインクリボン使わせていただきます。こっから先セーブできません、私。もうノーダメージでね、次のインクリボンのところまで行かないとクリアできないですよ。やばいですよ、回復アイテムも使い切っちゃったし。どうなんだこれ、おいチャンネル登録、英語なのでサブスクライブをすると検索しないでも更新動画を確認することができます。チャンネル登録は右下のラビナイトアイコンの方から、もしくは画面下のサブスクライブボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。